どうも、映画トークチャンネル余計なお世話です。みんな再生してくれてありがとね。私、映画紹介人ジャガモンド斉藤です。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手気ままにしていこうというチャンネルとなっております。さあ、今回はいよいよ公開されますインディ・ジョーンズ運命のダイヤルについてのお話。はい、ということでいよいよ2023年6月30日に待望の最新作インディ・ジョーンズシリーズ第5作目となりますインディ・ジョーンズ運命のダイヤルが公開されます。はい、ということで長らく我々インディファンは、この最新作待っておりましたけれども、今回は、それに関するお話をいろいろねしていければいいかなと思っております。告知動画も兼ねるという感じで皆さん聞いていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということでですね、このチャンネルでは、もう3年前になりますね、もうコロナ禍待ってただ中で僕が余計なお世話始めたばっかりの時に、このハリソン・フォード主演インディ・ジョーンズの、最新作をやるよと。でもそこでジョージ・ルーカスとスピルバーグが本格的には関わんないっていうような話が出たと。で、あーマジかみたいな話になりながら、なんでそのインディにねスピルバーグとルーカス関わんないのかなとか、インディ見るために楽しめる豆知識動画みたいなものをね2本ぐらい出させていただいてます。よかったらそちらね見てない方見てもらえればと思っております。僕がね、まだなんというかね、なんかこう、コロナ禍なんだなーって感じというか、もうずっと家にいなきゃいけないみたいな状態で、気が狂いそうになった時に、皆さんにも助けられながら、やってた動画なんで、今とだいぶテンションが違うというか、ふわふわしている、初期の余計なお世話が見れますので。はい。で、その話もちょっとね、最後の方触れたいと思うんですけども、まあ、それぐらいこの間ね、ずっと待っていたよと。で、まあ、最後のね、運命のダイヤルっていうような、タイトルがね、発表されたりとか、まあ、いろいろあったんですけども、まあ、もうね、インディ・ジョーンズに関して話すことができるのは、もうね、おそらく今月が最後になるっていうことですよ。ね。まあ、少なくともハリソン・フォードが演じるですね、このインディ・ジョーンズというのは多分もう今後ないだろうと。もしかしたらスピンオフとかね、なんかアニメだとかなんだとかとか、もしかしたらこのフランチャイズというね、ディズニー傘下なので、あり得るかもしれませんが、まあ、俺らのインディはやっぱハリソン・フォードっていうところにつきますので、まあ、彼が最後に出るこのまあね、最終作5作目については、まあ、もう今月暴れ回っていこうよと。なのでこの余計なお世話ではですね、これからインディ・ジョーンズの動画がいっぱい上がります。できる限りいっぱい出していきたいと思います。なので6月30日までとにかく盛り上げたいとね、まあね、面白くなかったらどうしようとか、まあなんかね、そんな不安もまあお互い抱えていると思うんですけども、まあそれはそれでじゃんね、お祭りはお祭りなんだしみたいなことなんで、まあ楽しみにしていきたいと、当日までね、ということでございます。はい。なのでもうインディー月間と題しましてですね、今月まあインディーだけじゃないですけども、インディーを中心にいろんな動画出していきたいと思うので、みんな一緒に楽しんでいきたいと思います。はい。で、どんな動画出していこうかとあるんですけども、まず1つ目、この今まで出てるインディ・ジョーンズ4作ですね。これの1本ずつレビューをちゃんとしようかなみたいなね。実はちゃんとやってないんですよね。3年前もそういう形式は取ってなかったので、まあもう皆さんこれから見直すって方もいると思いますし、まあどうやらその、カンヌだっけ？インディがね、先行公開されて、ハリソン・フォードがね、泣いたみたいな、目頭涙抱えながらスタンディングオベーションで、みたいな、もうね、海外では先行でやってたりとかもするんですけども、まあ、事前のレビューで、まあ、批評家が確かね、半分ぐらいの人しか評価してないみたいな感じだったのかな、確かね。で、その中で、やっぱファンムービーというか、そういったところが多いよ、みたいな話もありました。なんで、過去4作をね、見直していくという方もいると思うので、まあ、一緒にインディーマラソンしていただいてですね、まあ、見た後でも、まあ、特にネタバレがどうのとかっていう映画でもないので、もし、本編見る時間がない方はですね、その、レビュー動画を見ながら、あ、こんなだったな、みたいなことを思い返していただけたらと思います。そして、もう一本がですね、インディ・ジョーンズ入門動画。これはシリーズ映画入門というのを僕ね、スター・ウォーズとかマーベルとかでいろいろやらせてもらってるんですけど、そのインディーをやっていこうと。すでにツイッターで、皆さんから質問を、募集しております。よろしければ、まだね、募集、終わってないので、送りたいよという方がいたら、僕のツイッターの DM にですね、インディ・ジョーンズに関する、もうさりげない質問から深いマニアックな質問まで、何でもいいので、送っていただいてですね、それについてお答えする、動画撮っていきたいと思います。まあ、インディーね、まだ一回も触れてない、ディズニーシーでしか
乗ったことないよなんていう方もいますし、むしろそれも乗ったことない、音楽しか知らないみたいな方もいると思いますので、そういった動画も出していきたい。はい。そしてですね、インディージョーンズの、公開日6月30日が金曜日なんですけども、その前日にあたります6月29日の、木曜日に関しましてですね、でこの日にですね、インディージョーンズ前夜祭というものを勝手にやりたいと思います。まあ一人でやるのか誰かゲストを迎えるのかちょっと全然決まってないんですけども、まあ公開前夜、なんなら多分その日の深夜0時におそらく初回が公開されますので、まあその時間に終わるまでにの時間かなにやれればいいかなと思ってますので、まあお酒でも飲みながらと言いますか、僕も初日のその時間いけるか、ちょっと0時の回ねいけるかわかんないんですけども、なんかみんなでね、楽しみだね、どうなるかなみたいなことをやりたいんですけども、その6月29日にですね、インディージョーンズ総選挙結果発表というのをやりたいと思ってます。はい。このインディージョーンズ総選挙、まあ僕実はその作品のまあランキングを決めるような投票制の企画って余計の人は実は今までやってなくてですね、それを今回やりたいと思ってます。なので今日から、この動画が上がった今日からですね、投票日は6月28日までとしたいんですけれども、インディージョーンズ総選挙ということで、この4作の中で何が一番好きか、自分の方が一番好きな、シリーズの何か、作品は何かというのを投票してください。で、投票方法なんですけれども、Twitter の DM、そしてこの動画の、コメント欄、そして、メール、ね、この3つでお便りを募集したいと思います。はい。で、ぜひですね、皆さんなんでこの作品が好きなのか、これが選んだのかという、まあ思い出もあれば、好きなところもあれば、ということで、理由を添えて送っていただきたいと思っております。はい。で、なんで3口あるかと言いますと、まあ、インディーの一番好きな一本を選んでってね、難しいんですよ。スターウォーズとか、トラさんとか、MC よりも俺むずいと思う。やっぱり、どれも楽しい冒険活劇だし、どれが一番とかって揺れつけづらいと思うんですよね。はい。なので、みんな思いあると思うから3口用意しました。だからもう希望する方はもう一人で、メール、ね、僕の余計なお世話のメール、そして、DM、はい、そしてこのコメント欄、3つに分けて送ってほしい。で、まあ、めんどくさければもう作品だけタイトルだけポーンで送ってもいいんだけど、まあ、ちょっと寂しいから、ね、やっぱなんで、好きなのかっていうのを添えてください。で、それを6月29日の前夜祭でですね、結果発表、1位から4位発表してですね、皆さんのメールも読んで、ここがいい、あそこがいい、みたいなことを、聞きたいなと思っております。はい。まあ、一番のダークホースというか、まあ、こんな言うの影響出ちゃうかもしれないけど、あれかな、やっぱ一番低いのはとか思っちゃうんですけど、それ言わないようにしようかな。でも俺はこの作品人気ないかもしれないけど、これが好きだとかっていうね、熱もあると思うので、僕もありますし、はい。なので、それはぜひ、求めて送っていただけたらなと思っております。そして、まあ、6月30日、公開初日の、まあ、夜なのか昼なのかわかりませんけども、ネタバレなしで、感想動画出して、で、その翌日か、まあ、その次の日かわかんないですけども、ネタバレありで、感想を話していくと。まあ、解説とかが必要なね、タイプの映画じゃないので、まあ、それは問題ないかと思います。はい。で、他にもぜひ皆さん、こういう動画出してください、みたいなのがあればですね、皆さん、バンバン、コメント欄に、書いていただきたいと思っております。はい。なので、ぜひ皆さん、このいろんな動画ですね、まあ、楽しみにしていただいて、6月29日の前夜祭に向けて、インディージョーンズ総選挙、今から期日前投票が始まりますので、全国統一、インディージョーンズ総選挙、なので、ぜひ、投票をぜひともお願いいたします。はい。でですね、一つだけ、まあ、まあ、なんで言うんでしょうかね。僕の、まあ、訂正と言いますか、まあ、謝罪というか、まあ、自分の中でも、んって思うことが、一つ大きなことがあったので、インディに関して。それはちょっと言っておきたいなと。先ほど言いました、3年前に出した動画の中で、僕、いろいろその、スピルバーグがね、お父さんとの関係について、いろいろ僕、話しているんですよ。要はお父さんと、まあ、ちょっと確執があって、で、それがこう、打ち解けないまま、映画監督になって、いろいろやってて、みたいなね。で、その作品をこう追っていくと、この、親子っていう意味での、まあ、関係性みたいなものがね、こう、まあ、仲直りしていく。で、特にインディ・ジョーンズっていうのが、それが露骨に出ているんじゃないかと。で、それが最後の聖戦で、まあ、ショーン・コネリーね、インディ・ジョーンズのお父さんっていうのが出てきて、で、それで、こう、まあ、最後和解していくと。名前を呼ぶとことかね、あったりとかするよとか、っていうのもあったりとか、するし、ね、次のこのクリスタルスカルでは息子が出てきて、インディがいよいよ父になって。で、こう、名前のね、お店の名前、オビワンっていう、クラブオビワンとか昔あったけど、インディの中で。そうじゃなくて、お父さんの名前をつけてると。なので、完全に和解したんじゃないか、許したんじゃないか、みたいなことを、僕が言ってました。で、これはですね、まあ、言ったら、割と、映画ファンの中では、まあ、
なんていうの、みんな分かっていた部分ではあったというか、スピルバーグってそういう監督だよねみたいなものがやっぱあったんですよね。でもまあ、これをね、僕が、まあ、別にこれ断言した言い方してましたけど、まあ、その自分視点の、まあ、考察というか、僕がこう思うみたいなことで言ってはいたんとしてもですね、フェイブルマンズ、ね、先日、今年かな、公開されました、スピルバーグの半自伝的小映画、を見てですね、違うんだと。スピルバーグはむしろお父さんと仲良かったというか、むしろお母さんに対していろいろ思うことがあったみたいなね。まあこれはもちろんそのスピルバーグ自身の主観で書いたことなので、記憶のね部分なので事実真実みたいなところになっちゃうとね、本当はどうだったのかとか、そういうところを言っちゃうとまあキリがないからあれなんだけど、でもスピルバーグはやはりそのお父さんっていうものに対してすごく愛着があるような、なんならお母さんはいろいろあったけどさ、みたいなことの描かれ方してましたよね。なので、あれ非常に大事だなと。なんとなく、まあ、僕はじめ映画ファンがスピルバーグって、お父さんとの何かこのね、確執みたいなのがあって、ET とか見れば露骨だったみたいなことが言ったりするんだけど、やっぱそうじゃないんだな、みたいな。だからその、スピルバーグが、どうこう以前に他の監督でも、実は幼少体験がこういうものだったから作品にこういうふうに反映されてるみたいな紐解き方って、あるとは思うし、まあそれが間違ってるとは、言いませんし、それはね、その人視点の、そういう背景があるから、そうなんだ、みたいなふうに思う、考察としてはいいと思います。はい。なんだけど、やっぱ一概には言えないんだなってことを僕ちょっと改めて反省をしました。はい。なのでそういう意味でフェイブルマンズって今年、公開された中でやっぱ非常に大事だったんだなと僕思って、はい。なのでそこはね、僕なんかこう、正解かのように断言当時してましたけども、やっぱそうじゃないんだなみたいな、そういう一筋縄ではスピルバーグだけの話じゃないんだけども、そうじゃないんだなと思ったので、もちろんそういう見方もできるよっていう余地で、やっぱこれからも、僕はじめいろんな人が言ってることとかは、まあそういう見方もあるよねっていう風な受け止め方を、こっち側も、観客側も、消費する側も、そういう風に受け止めなきゃいけないんだろうなと、思いました。はい。もちろん、その、解説とか考察する人たちがね、側の人が、要は正解かのように言ってるに聞こえるけど、でもこれは一個のエンターテインメントなんだと。その人が見て、この人主観で見るとそういう風に見えるみたいな、そういう楽しみ方はできると思うんですけど、それがやっぱ映画に正解ないよねっていう風なことを非常に今年思ったので、改めて、まあ、僕、あえてね、3年前の動画そのまんまにしてるんですけども、やっぱそういう意味では訂正というか、今はこう思ってるよということを改めて伝えさせていただきました。はい。ということで、インディーの、総選挙をするんで、超雑に、こういうシーンはこれだみたいなことをパーッと行きます。1から4作、4作まで時間かけません。レイダース失われたアークね、1作目81年ね、の、映画でした。玉がね、転がってくるやつ。あと、キンキラキンのってやつをこう、砂と一緒にこう、クッカッとね、取ろうとするのが、アバンタイトルというか、冒頭であって、あとハンガーのギャグが面白かったり、あとヘビーの囲まれたところに突き落とされちゃったり、あと棒ね、棒、キンキラキンの棒をね、こう太陽に当ててピーってて地図を示すみたいな、やつがあったりとか、しましたよね。あとは飲み勝負みたいなのもね、あったし、あと最後に、まあ、これナチスが敵なんだけど、最後に、こう、目を塞げーって言って、バーって言って亡霊みたいのがね、アークから出てきてみんな吸い取られちゃって、で、そのアークは、コト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 って、市民権のオマージュで、倉庫のところに眠らされるっていうのが一作目でした。はい。そして、魔球の伝説。これ心臓取るやつですね。あと、猿の脳みそ食べるやつです。はい。毎回虫とかいろいろ出てきますけども。はい。で、これ最初の冒頭のね、ケイト・キャプショーがね、今、スピルバーグの奥さんですけども、ピントン、ピントン、ティントン、タン、タン、タン、ピントン、ティントン、タン、タン、タン、ルルルネントン、エニティンゴーって始まるやつですね。で、キーホイクワン、ショートグラウンドが出てきて、最初は香港なんだけど、途中でね、落ちてインドに行って、子供たちを助けて、で、トロッコレースがあるというのが、2作目の魔球の伝説でした。はい。で、3作目、ショーン・コネリーが出てきます。はい。パパが出てきてね。で、冒頭で若き日の、インディ・ジョーンズが出てきます。はい。で、これがですね、リバー・フェニックスね。ホアキン・フェニックスのお兄ちゃんが演じてて、ムチをね、パーンとやる、ところ。初めてムチを手に入れて撃つところ。で、そのムチが跳ね返ってここに当たって、リバー・フェニックスが撃っているんだけど、これが、ハリソン・フォードの、ここにもね、
傷跡が実はあって、縫い傷があって、そこを、まあ、活用してというかね、そういう理由でインディにはここに傷があるんですよってことにしてます。ちなみに僕もね、昔ここを転んで、ここにね、縫い傷が実はあって、ちょっとよく見ると残ってんだけど、あ、ハリソン・フォードと一緒だって、嬉しかった記憶がありますね。はい。で、これはあれだね、聖杯。ネズミがいっぱい出てきたり、聖杯で、戦車と馬と戦ったり、聖杯は最後ね、どれが聖杯なのか、みたいなやつですね。金キラ金か木か、みたいなね。で、実キリストっていうのはあれだったから、みたいなね。そういうところが楽しかったやつで、もちろんショーン・コネリーっていうのはジェームズ・ボンドですけども、もともとジェームズ・ボンドオマージュで始まったインディーだったので、そういう意味になったよっていう話もね、あります。そして、4作目。クリスタルスカルの王国。はい。これはクリスタルスカルの宮殿魔宮のクリスタル、なんだっけ、ディズニーシーにもあるよね。とはまた全然違います。はい。で、これは、落ちちゃいそうになっちゃうね。一応落ちは言わ、まあ、でもいいのか。そう、ですね。はい。そうです。これ、まあ、うん、まあ、もういいよね。ごめん。ごめんなさい。なんかまだ見てない方がいたら、はい、ごめんなさい。ネタバレでした。はい。はい。っていうような、のもありますね。で、これアリの大群とあれがね、いっぱい戦ったりとか、水爆のね、バーンって爆発したやつを、冷蔵庫の中にいて助かりました、みたいなやつとか、ありました。ね。そういうものかな。あとね、ヤングインディ・ジョーンズ本当やりたいんだけど、僕、ヤングインディ・ジョーンズ見れてなくて、本当はやりたいんですけどね。ディズニープラスにね、海外だと来てるみたいな話がありますけど、ちょっと来てないのでやれないんですけど、残念ですね。はい。そんな感じですかね。あと、あれか。ケイト・ブランシェットが出てると。ね。クリスタル・スカールがね。好きだったな、これね。これはもう僕リアルタイムで初めて見れたインディーなので、これはこれですごく思い入れがある一本でございます。はい。さあ、この4本から総選挙ということで、今から始めます。なので皆さんコメント欄か、ツイッターの DM か、Gmail、アドレスもね、概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらに送っていただきたいと思います。さあ、何はともあれ、泣いても笑っても、インディ・ジョーンズ最後、ね、の冒険をね、みんなで見るということが、できそうです。はい。なので、まあ、見ないという手もあるなと思いました。見たら終わっちゃうから、とね、思ってたし、予告編見てると、やっぱちょっと泣かしに来てるというか、インディが自分の人生についてどうのこうのの感じなのかな、運命のダイヤルもね、運命を変えれるみたいな内容だし、なんかそんなこと考えていると、ね、夜も眠れないというか、あ、こういう話なのかなとかいろいろね、ちょっと予想しちゃったりしますが、泣いても笑ってもインディ最後でございますので、ぜひ皆さん、盛り上げていきましょう。みんなでね、盛り上がっていきたいと思います。なので皆さん、6月29日の、生配信までいろいろ楽しんでみていただけたらと思いますので、総選挙の方も投票よろしくお願いいたします。ということで、以上でございます。皆さん最後まで見てくれてありがとうねー。